ウクライナ反攻。目標を果たせず、南部切り込み部隊は東部に転戦。米紙ワシントンポストは、ウクライナが6月から行った対ロシア反転攻勢を分析した4日の特集記事で、南部ザポロジエ方面に切り込み部隊として投入された第47機械化旅団が当初の目標を果たせないまま東部に転戦した経緯を報じた。膠着、ウクライナの失敗した反転攻勢と題した記事によると、ウクライナは米英と共に反転攻勢の一環としてザポロジエ州の拠点都市メリトポリからアゾフ海に抜けるラインを確保し、ロシアの補給路を遮断する作戦を立てた。第47旅団は突破口を開く部隊として新設され、兵士らはドイツで戦車操縦などの訓練を受けた。7割は戦場で経験のない兵士で、司令官は28歳の若者だった。支援疲れが広がる中で、プーチンの考えを完全に読み違える西側諸国。ウクライナ軍のワレリー・ザルジニー総司令官は、反転攻勢を始めてから5ヶ月経った11月初め、陰鬱な戦況報告をした。ウクライナとロシアの陣地戦は膠着状態に陥り、このままではロシア有利に傾く恐れがある、というのだ。折しも西側では支援疲れが広がり、停戦交渉を求める声が高まっている。ザルジニーは今から1年前、反転攻勢で大きく前進するために必要な支援を西側に具体的に求めた。防空システム、戦闘機、主力戦車、歩兵戦闘車、榴弾砲、長距離ミサイル、賞賛はあると当時彼は言い切った。ただし、それには軍事資源が必要だ。しかし西側の支援は品目も量もザルジニーの求めるレベルに遠く及ばなかった。西側が支援をためらったせいでロシアは時間稼ぎができ、障害物や塹壕や地雷原を広範囲に設けて防御を固めた。中でもウクライナ軍の痛手となったのは、アメリカがつい最近まで長距離射程の地対地ミサイル ATACMS の供与を渋り、ドイツも巡航ミサイルタウルスの供与を見送ったことだ。西側の迅速かつ寛大な支援があればウクライナ軍が快進撃できたという保証はないが、それがなかったために膠着状態に陥ったことは確かだ。ロシアは10、11月にウクライナ東部のアブディーフカなどウクライナ軍の拠点に兵力を集結させて攻勢に出た。それにより多大の犠牲を出したものの、一定の成果はあった。小さな領域を奪ったところで戦略的な価値は疑わしいが、心理戦での効果は明らかだ。ロシアの攻勢は前線で再びロシアが主導権を握ったという印象を西側に与えた。ウクライナの反転攻勢がパッとしなかったことも手伝って、ロシアが優勢になるとの見方が広がり、それが西側の支援疲れを助長して停戦交渉を求める声が一気に高まったのだ。実際、西側の支援戦略は行き詰まっている。西側は口に出しては言わないものの、腹の中では決定的な勝利ではなく、ウクライナの存続を保障することを目指していた。その結果として今、困難な選択を迫られている。領土割譲で和平実現、西側の一部には選択肢は2つしかないとの見方がある。一つは延々と戦争を続けること。その場合、ロシア有利に傾くリスクがある。もう一つは、ウクライナの領土の一部をロシアに与え、戦争を終わらせることだ。しかしウクライナにとっての現実、そして何よりロシアにとっての現実を見ると、2つ目の選択肢はありえない。ウクライナ人にすれば、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナの一部地域を分取るだけで満足するとはとても思えない。プーチンはウクライナの国家および民族、歴史、文化的アイデンティティを地上から消し去らずにはおかないと彼らは見ている。領土を割譲して和平を実現という妥協策はウクライナ人にはありえない。それに対して西側の停戦交渉支持派は、ウクライナが交渉を拒んだところで西側の援助がなければ戦争を続けられないと反論するだろう。だが彼らはプーチンの考えを読み違えている。プーチンは完全な勝利は望めないと見て、これまでに奪った地域を確保するだけで満足するだろうと高をくくっているのだ。この見方はプーチンの権力基盤を支える上で、この戦争が帯び始めた戦略的役割を見落としている。注目すべきはプーチンの言説がこの2年ほどで変わってきたことだ。ロシアのプロパガンダでは、当初ウクライナ侵攻はウクライナのネオナチの攻撃を防ぐための作戦とされていた。だが今では西側全体の攻撃から祖国を守る愛国の戦いとなっている。
こうなると妥協による停戦はありえない。プーチンが権力維持のために大規模な戦争を必要とするようになったのは2018年から20年にかけて。14年のクリミア併合で一気に高まった支持率が国内に山積する問題で自利品になった時期だ。18年には年金改革に反対する声が高まり、19、20年にもモスクワとハバロフスク地方に反政府デモが広がった。国民の不満に追い打ちをかけるようにコロナ災いが発生。その経済的影響に加え、反体制派の指導者アレクセイ・ナワリヌイが毒を盛られ収監されたことや、外国の代理人の活動を規制する法律で市民の自由が制限されたことで人々の怒りは沸騰寸前にまで達した。粘り勝ちを目指す敵。プーチンがウクライナとロシアの一体性を強調した悪名高い論文を発表したのはまさにこの時期だ。問題の論文はイデオロギー的にも戦争正当化のロジックとしてもウクライナ侵攻の序章となった。今停戦に応じればプーチンは棚ざらしの諸問題に加え、西側の制裁と大規模な侵攻がもたらした新たな問題にも対処しなければならない。良いことは一つもないのだ。西側に突きつけられた困難な選択は戦争か妥協かではない、敗北か勝利かあった。西側が今のレベルの支援を続けるか、停戦交渉を促しつつ支援を減らせば敗北の確率が高まる。プーチンが当てにしているのはまさにそれだ。彼の勝ち筋の根幹を成すのは西側、それに付随してウクライナよりもロシアの方が粘り強く消耗戦を続けられるという読みに他ならない。妥協に望みを託す西側のあやふやな姿勢と違って、プーチンの戦略には明確なロジックがあるのだ。西側は今こそ問うべき。西側は今こそ問うべきだ。ウクライナの勝利を可能にするために支援を大幅に増やすコストと、現状の支援を続けるか支援を減らすことでウクライナの敗北を招くコスト、そのどちらが大きいか。敗北すればどうなるか。勝利したロシアはこれまでに奪った5地域を占領し、それを通じてウクライナ政府を影響下もしくは支配下に置くが、それだけでは満足しないだろう。この戦争でロシアも軍事的経済的に打撃を受けたから、ポーランドやバルト3国に即座に手を出す余裕はないかもしれないが、モルドバの存続は危うくなる。しかも自信をつけたロシアが軍備を立て直せばどうなるか。分別ある欧州諸国は、そして分別ある米政権はそんな危ない賭けには乗らないはずだ。もちろんウクライナの勝利もコストを伴う。支援を拡大し手こ入れを続ける西側の経済的な負担は膨大なものとなる。中東でも戦闘が起きている今はなおさらだ。それでもウクライナの敗北がもたらす実存的危機に比べれば負担は安いものではないか。ウクライナ軍の新たな戦車旅団がついに登場。配備される戦車は、ロシアがウクライナで戦争を拡大して22ヶ月目に入る中、ウクライナ軍の新たな戦車旅団がようやくお目見えした。第5独立戦車旅団である。正確に言えば第5戦車旅団は2016年に編成されていた。しかし6年間はほとんど名ばかりと言っていい存在だった。2022年2月にロシアの全面侵攻を受けると、ウクライナ軍はやっと第5戦車旅団の代替に人員と装備を充当し始める。だがそれも遅々として進まなかった。戦闘が激しさを増し、ウクライナ側でも損害が積み重なる中、ウクライナ軍参謀本部は新兵や新しい装備の補充で既存の旅団を優先したからだ。表向きには第5戦車旅団は2022年ウクライナ南部のクリビーリフの守備に従事したことになっている。だが実際のところ旅団の実態はまだほとんどなかった。それがついに変わった。訓練中の第5戦車旅団員の公式写真が初めて公開されたことで明らかになった。写真が最近撮影されたものだとわかるのは、辺りが雪に覆われているからだ。写っている第5戦車旅団の兵士たちは冬用の迷彩服をしっかり身にまとい、AK 型アサルトライフルを構えている。第47独立機械化旅団など、より新しい旅団の兵士は米国設計の M16 自動小銃を装備しているが、第5戦車旅団では違うようだ。ただ、肝心の戦車はこれらの写真に写っていない。昨年、第5戦車旅団がポーランド供与の T-72M1 戦車やオランダ供与の YPR-765 装甲兵員輸送車を取得するという観測が流れた。だが2023年現在もなお、
そうした計画があるのかどうかは不明だ。ウクライナ軍は整備されて無償供与された T-72 戦車を数百両保有しており、一部を第5戦車旅団など新しい部隊に割り当てることもできるだろう。さらに米国から M1H エイブラムス戦車を31両受け取っているし、ドイツ、オランダ、デンマークが共同で200両近くの供与を約束しているレオパルト 1A5 戦車も届き始めている。これらの M1A1 とレオパルト 1A5 はウクライナ軍で6、7個大隊分に相当する。ウクライナ軍の機械化旅団は普通30両ほどの戦車を保有する1個戦車大隊を要する。戦車旅団の場合は3個戦車大隊が置かれる可能性がある。これまでレオパルト 1A5 を運用していることが確実に分かっているのは第44独立機械化旅団だけで、 M1A1 の配備先は皆目見当がつかない。第5戦車旅団は観測通り T-72M1 を運用する可能性もあれば、レオパルト 1A5 や M1A1 が配分される可能性もあるだろう。いずれにせよ、ウクライナ軍の南部司令部と東部司令部はこの新旅団を歓迎するに違いない。両司令部は戦闘の大半を担っており、第5戦車旅団の前線展開も監督することになるはずだ。新戦車旅団に劇的な機構攻撃は期待すべきでない。第5戦車旅団が動員できるようになるまで、ウクライナ軍に戦車旅団は4個しかなかった。ウクライナ軍に100個程度ある地上戦闘旅団の大半は、戦車を少なくとも数両は保有している。通常は1個戦車中隊もしくは1個戦車大隊が置かれ、前者は戦車を十数両、後者は30両ほど配備される。だが、単一の指揮下に多数の戦車を運用するのは戦車旅団だけだ。機動的で防護のある火力である戦車を集中的に運用することで、戦車旅団は激しい接近戦で最も有効な旅団になる。全面侵攻直後の数週間、ロシアの野戦軍が首都キーウに向かって進撃してきた時、ウクライナ軍の第1独立戦車旅団は首都の北およそ 100km にあるチェルニヒウで防御を固めた。そこで、はるかに大規模なロシア軍部隊を撃退した。第1戦車旅団の T-64BV 戦車は、ロシア側の戦車との接近戦でとりわけ強力なことを証明してみせた。しかしその後、戦争は陣地戦の様相を強め、爆発物を積んだドローン、無人機が飛び交い、大量の地雷が埋設された防御線で大きな突破口を切り開くのに双方とも苦戦するようになった。そうした中で、ウクライナ軍の戦車ドクトリンも進化してきた。戦車は次第に遠距離で戦うようになる。前線から 1.5、3km くらい離れた場所から、榴弾砲のように高射角で射撃するのだ。この技法の価値は、戦車が砲に必要な防御や遮蔽のない状態で起動しながら、広い範囲に集中的に砲撃を加えられる点にある、と AO 率防衛安全保障研究所、RUSI は2022年の研究で喝破している。正確で迅速な射撃統制システムや有効な 105mm ライフル砲を備えたレオパルト 1A5 は、図らずもこうした間接射撃の役割に適している。さらに重要なのは、レオパルト 1A5 は装甲が薄いという点だ。T-72 に比べると半分ほどの厚さしかない。接近戦に向いた防御が不十分なレオパルト 1A5 は、敵と距離を取って戦うのが望ましいのだ。第5戦車旅団についても、戦車の大群で敵陣に突撃するといった劇的な装甲攻撃を近く、あるいはいつか開始すると期待すべきではない。むしろ T-72 やレオパルト 1A5 あるいは M1A1 などを間接攻撃向けに少しずつ投入する方が蓋然性は高いだろう。